どうも、サスさんでございます。今回はですね、2020年一発目となる YouTube 収益の話、これをですね、やっていきたいと思います。でですね、今回なんで YouTube 収益の話をするのかというと、俺今フリーランスとして、YouTube とブログでね、生計を立ててるんですけども、俺のブログとか YouTube の検索順位っていうのが、どうなってるのかっていうのを俺 YouTube でちょこちょこ検索して確かめるようにしてるんですよね。で、ちょっと今それを試しにやってみるとですね、ここにサスさんって打ち込みますね。はい。で、ここにね、いろいろ表示されるんですけども、まず上から見ていくと、サスさん YouTube。これがね、俺の YouTube のメインチャンネルですね。その次がこのサスさんブログっていう、俺が、やってるブログ。で、その次がサスさん Twitter ってありますね。これ俺の Twitter アカウントなんですよ。で、4番目にあるこのサスさんの踏ん張る子育て期っていう、違うね、俺と同じくサスさんって名乗って、まあ、ネットで活動してる、方なんですけど、この方のね、ブログが結構前は、ね、1位表示されてたんですよ。なので、俺今ね、1位になってるかどうかとか定期的に確かめたいなと思って、まあ、こうやって検索してるんですよね。まあ、で、今回それは関係ないんですけど、その次、ここにね、気になるものがありまして、サスさんの年収と月収はいくら？再生回数、チャンネル登録数っていう風にありますね。人気 YouTuber っていうのはなんかおかしいけど、ここでですね、俺の、まあ、年収と月収が書いてると。で、これ気になったんで開いてみたんですよ。はい、開きます。すると、なんとですね、俺の YouTube 獲得金額が1136,514円。そして、平均年収、YouTube での平均年収ですね。これが128,661円って書いてまして、めっちゃ低いやないかと。いや、年収12万って、1ヶ月1万しか稼いでねえのかよっていう感じじゃないですか。まあ、これはね、もちろんこのチューバータウンっていうサイトの独自の計算方法を採用してて、今ね、俺のチャンネルの累計再生数っていうのが、これね、ちょっと古いデータなのかな。俺はね、もう1000万以上いってるんですけど、947,950回再生あるので、まあ大体このチャンネルは113万ぐらい稼いでますよっていうことですね。で、それを、年数にならしたっていうことですね。チャンネル運用期間8年10ヶ月っていうふうに書いてて、これね、俺実際チャンネルを2011年の3月から、使ってるっていうわけではなくてですね、多分この日が Google アカウント作ったかなんか、そういう感じの日だと思ってて、実際に頻繁に動画投稿し始めたのは2018年夏とかそんぐらいからだったんで、まあ全然違うんですけど、これね、こうやってね、間違って書いてること自体は全然俺問題ないと思ってるんですけど、なんだろうな、こう YouTube これから始めようと思ってて、だいたいあの人どんぐらい稼いでるんだろうなとかって調べてみた時に、この人年間12万しか稼いでないの、全然 YouTube 稼げないじゃん、じゃあやめたみたいな、なんかそういう感じになっちゃったらもったいないなと思って、なので今回ですね、俺が去年1年で YouTube でどのぐらいお金を稼いだのかっていうのと、こうやって俺みたいにね、 YouTube の収益公開してない人も多いっていうか、ほとんどだと思うんで、だいたいね、そういうチャンネルどのぐらい稼いでるのかっていうのをね、調べる方法っていうのを、まあ、紹介したいなと思います。で、YouTube の規約上、YouTube 収益っていうのはもう振り込まれてしまった金額については、もう公開していいっていうことになってるんですけど、まあ一応ね、皆さん結構濁しながら発表してる方が多いと思うんで、俺もね、今回そんな感じで発表したいと思います。1円単位まで明確な数字というわけではなくて、福沢諭吉何人分ということで話していきたいと思います。はい、というわけで去年の1月からいきたいんですけど、まず1月。この段階でね、確かチャンネル登録7,000〜8,000人ぐらいだったと思うんですけど、福沢諭吉15人ぐらいですね。1月1日から1月31日まで、福沢諭吉15人分、うちに来たということです。で、2月、ここもね、変わらず15人でございます。はい、3月、ここでちょっと上がりまして、福沢諭吉18人になりました。ちなみに俺3月の、後半ぐらいの時にチャンネル登録1万やっと超えたという感じですね。はい、で、続いて4月なんですけども、ここでちょっと下がりまして、福沢諭吉13人になりました。で、翌月5月なんですけど、まあ、ここゴールデンウィークとか色々あったんですけど、あんまり上がらなくて、福沢諭吉15人でございます。はい、で、続いて6月、ここがですね、去年で一番最低ラインなんですけど、福沢諭吉10人でございます。ここがね、本当に一番低かったですね。7月なんですけども、福沢諭吉ここで13人になりました。まあ、ここでね、またちょっと上がって、で、翌月の8月で福沢諭吉14人と、まあ、本当に上がったり下がったりっていう感じで、大きな変化っていうのはここまでなかったですね。はい、で、続いて翌月9月、ここでね、俺がチャンネル登録者2万人に到達したんですけども、この時ね、福沢諭吉20人になりました。
でもっと言うとね、8月までは俺毎日投稿っていうのしてないです。で9月からちょこちょこ YouTube の、毎日投稿っていうのもやっていこうかな、ちょっと本腰入れてね、今まで以上に YouTube 頑張っていこうかなっていうふうに、思った時期ですね。9月がやはり、その翌月10月なんですけども、ここがね福沢諭吉21人です。なのでね、やっぱり毎日投稿すると収益っていうのは上がりますね。8月まではね、本当に2、3日に1本ぐらいしか動画上げてなかったんで、単純な収益っていう面では有利なのかなと思います。はい、で続いて11月なんですけども、ここで一気に上がりまして、福沢諭吉44人になりました。まあ、これね、なんでかっていうのはね、俺もはっきりわかんないんですけど、もしかしたらね、俺の動画の作り方とか、あとサムネイルの作り方、タイトルの付け方とか、そういうのがね良くなったっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、おそらくね、それよりも YouTube のアルゴリズムが変わったんじゃないかなと思うんですよね。 YouTube って結構ねちょこちょこ規約っていうのが変更されてて、それに伴って YouTube の AI が判断するいい動画とか悪い動画とか、そういうねくくりっていうのが変わったりとかっていうのもちょこちょこしてると思うんですけど、それによって多分俺のチャンネルの動画っていうのが上位表示、関連動画とかおすすめ動画に表示されやすくなったんじゃないかなっていうふうに俺は予想してます。これはね正解わかんないですけど、まあ、多分そんな感じだと思います。はい、で翌月12月、先月ですね、ここがね去年一番最高で、50人になりましたね、福沢諭吉が。ちなみに YouTube は時期によって広告の単価っていうのが違うっていうふうに言われてて、12月がね一番多いっていうふうに言われてます。まあ、なので再生数がね同じぐらいある月でも収益がね全然違うっていうこともあるんで、まあ、先月多かったっていうのは、そういうのも影響しているのかなと思います。はい、というわけでここまでがね、俺の話だったんですけども、先ほども言った通りね、こう収益公開してない方の収益どんぐらいかっていうのを、まあ大体ですけど調べる方法っていうのがあるんで、それねこれからやっていきたいと思います。まず Google でですね、ノックスインフルエンサーっていうふうに検索します。はい、で、表示されるんですけど、これですね。てか今日の Google のアイコン怖すぎだろ、これやばくないこれ。まあ、とりあえずね、ノックスインフルエンサー開きますね。はい、で表示されました。総合分析影響力の拡大っていう風に書いてるんですけども、まあ何からいこうか、とりあえずさっさといきますか。はい、でここにね、いろいろ該当するやつが表示されて、まあ、とりあえず開いてみると、はい、するとですね、俺の YouTube チャンネルのデータ画面が表示されます。これ本当に誰でも見れます。グローバルランク、これね世界ランクってことですね。世界の登録者の、ランキングってことだと思うんですけど、39万だって、めちゃめちゃね俺より上いるじゃんって感じなんですけど、でもこれでもね上位 3.97% らしいです。で国別のランク、これ多分日本だけだと思うんですけど、俺はね8595位らしい。8594人ね、俺より上のチャンネルがいるそうですね。まあ、これで上位 3.76 と。でこのノックススコアっていうやつは、このサイトの、独自のね評価みたいな感じらしいんですよね。このチャンネルに対する評価みたいな、これはねあんま当てになんないんで気にしなくていいかなと思います。はい、であとアップロードされた動画、過去1ヶ月26本と。で YouTube AdSense の、推定収益、まあ、ここですね大事なのが。でこれがね23万円から、72万円っていう風になってて、これ本当に、ね、開きがあるんで、まあ、大体平均ぐらい取ればいいのかなと思います。で最後この YouTube 推定収益ってやつなんですけど、でこれね YouTube AdSense の推定収益とどう違うのかというと、こっちはですね YouTube の視聴者さんが動画を再生して、広告を見た時に発生する、まあ、これがねいわゆる YouTube の、収益で、でこっちの YouTube の推定収益って書いてる方ちょっとね分かりにくいんですけど、これ説明見てみると、 YouTuber はアフィリエイトに参加やインフルエンサーとして広告主と協力することでより多くの収益を得ることができる、この値は平均表示回数から算出した金額っていう風に書いてて、これどういうことかというと、例えばね YouTube の動画の概要欄にアフィリエイトリンクを貼って、そこからねなんか買い物してもらったりとか、サービス契約してくれた時に発生するアフィリエイト収益とか、あとね広告主と協力することでって書いてるんで、多分案件の、金額このぐらいじゃないかという予想の、やつだと思うんですよね。まあ、なのでねこれはね本当に、その人によって全然違うんで当てになんないです。俺で言うとね、これ各動画10万9300円って書いてるんですけど、そんなにねもらってねえっていうか、俺案件とか普通に無料とかでやってるんで、もう全然ね、ここはねそんなないです。
はい、その下のとこ見てみると、YouTube チャンネルのデータシートってありますね。これ過去7日なんで、もっと見たい場合は30日とかに変えてやると、例えばね、12月24日からの分表示されてますね。俺で言うと 31,100 だったのが、今 36,900 とめちゃめちゃ伸びてるんですよ。本当にありがたいですね。あと、何本動画公開してるのかとか、あと日別にねこんぐらい稼いでるんじゃないかみたいな、データもね表示されてますね。これすごいですね本当に。まあ、ただねこの画面だとちょっと分かりにくいというか、もうちょっと簡単に表示してほしいっていう方もいると思うんで、そういう場合はですね、このリアルタイム登録者数っていうとこをポチッと押して、で、チャンネル状況っていうのを押してみましょうか。はい、するとですね、ここにチャンネル登録者数、推定月収、YouTube 推定収益、まあこれはね、ほんと無視していいと思います。はい、こんな感じで表示されてですね、この推定月収は、まあ、俺で言うとほぼ当たってますね。これ過去1ヶ月とかのやつだと思うんで、で、これの算出方法っていうのが、左下に書いてて、デイリー視聴回数、これがね、多分過去1ヶ月の再生回数を、まあ30で割った数字なんですかね、多分そんぐらいだと思うんですけど、俺で言うとね、この3万後半とか、まあ、4万ぐらいになるんでしょうね。で、その CPM っていうのがありますよね、その下に。これが US ドルなんですけど、1000回再生された時にどんぐらい収益出てるかっていうのを、まあ、ここにね、勝手にこのサイトがこのぐらいだっていうのを決めて当てはめてるんですよ。で、このサイト的には、1000回再生で 3.75 ドルっていう風になってるんで、これ日本円で言うと多分、1000回再生で400円とかになるんですかね。多分そんぐらいだと思うんですけど、これはね、本当にチャンネルごとで全然広告の単価っていうのが違うんで、一概にね、これが正しいとは言えないんですけど、結構近いチャンネルはあると思いますね。はい、じゃあようやくなんですけども、他のチャンネル見てみましょうか。例えばなんですけど、ヒカキンさんちょっと見てみましょう。はい、ヒカキン TV 行きますよ。はい、来ました。これヒカキンさんの予想ですよ。あくまで本当に予想の数字なんですけども、ヒカキンさんで推定月収なんと4100万円。これしかもヒカキン TV だけですからね。ヒカキンゲームズの方入ってないですよ。ヒカキン TV だけでね、まあ、4100万ぐらい稼いでるんではないかという、感じになってますね。これデイリーでどんぐらい ?100,000万、10万、100万、330万再生されてるのすごいね。めちゃめちゃすげえじゃんって感じなんですけど。ちなみにヒカキンゲームズどんぐらいなんだろう。はい、こんな感じ。ヒカキンゲームズでなんと3200万と。いや、半端ねえなって感じですけど。マジで半端ないぞ、ヒカキンさん。すげえな。めちゃめちゃ稼いでるな。まあ、さっきから言ってるように、これ推定月収なんで、ぴったり当てはまってるってことはないんですけど、おそらくねバカみたいに外れてるってことはないと思うんですよね。多分ね、実際はこの半分とか、倍あるとか、そんぐらいのねものすごい開きっていうのはないんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、去年1年間の、私さっさの YouTube 収益の公開と、あとノックスインフルエンサーの使い方、これをね紹介させていただいたんですけども、これからね YouTube 頑張りたいと思ってる人とか、今実際にね YouTube やってて、収益化したいとか、収益もっと伸ばしたいっていう風に考えてる方、いると思うので、まあ参考になればなと思って、話してみました。実際に1年とかガチで頑張ってればね、全然数万人登録とか、あとね収益も10万20万10万とかね当たり前に稼げるようになるっていう人結構いると思うんで、まあ、諦めずに楽しみながらぜひ頑張ってみてください。それとノックスインフルエンサーなんですけど、これはね単純に他のねチャンネルの YouTube 収益の推定額調べるということもできるんですけど、自分のチャンネルのねデータ採取っていうのも、非常にね役に立つので、興味ある方ね無料で使えるんでぜひ調べてみてください。はい、というわけで今回は以上になります。私たちのサブチャンネルと Twitter もやっておりますので、もしよろしければそちらの登録やフォローの方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。